エムシシコフによる初演時の物体装置スケッチシンデレラは1893年にロシアで初演された前3幕のバレエ作品である。タイトルロールを踊ったバレエダンサーのピエリーナ・レニャーニが世界で初めて32回連続のフェッテを披露したことで今日でもなお知られている作品である。ロシアでの現代はズオールシカといい、これは主人公の少女の名前でもある。 振り付けは一幕と三幕が、エンリコ・チェケッティ、二幕は、レフ・イワノフが担当し、マリウス・プティッパが総監修して制作された。作曲は、ボリス・フィチンオフ・シェーリ、台本は、シャルル・ペローの名高い童話に基づいて、リジア・パシコーワとイワン・フセボロシスキーによって書かれた。サンクト・ペテルブルクで1893年12月17日に、ロシア提出バレー団により初演された。 配役は次に掲げる表の通りである。善良な妖精を踊るアンナ・ヨハンソン。ありがとうございます。